スイッチオンのタコミスイッチオン。さあ、今日は YouTube スタジオから、はい、我らの、はい、虎のね、はい、巻物じゃない、なんですかこれ、掛け軸ですね、掛け軸、タイガースの優勝祈願しましたけども、うん、はい、残念ながら、まあでもこっからまだ分かりませんから、まあまあ、なんですか今これがアップされるのがいつ、11月の明日なんで、11月2日です。ああ、ほんならまだクライマックスシリーズも始まってないもんね。ちょっと僕その辺のルールがよく分かんないですけど、あ、優勝はできなかったですよね。でもセリーグのね、はいはいはい、ただこの後クライマックスシリーズっていうのがあるので、はいはいはい、そこを勝ち進んでいくと、はい、セリーグの代表ということで、はい、パリーグの代表と戦って、はい、日本一になる可能性はある。ああ、なるほどですね。そう、まだそのチャンスは残ってると。残ってる残ってる。まだまだ分からへんよ、この掛け軸パワーよ。ほんまに、うん、パワーはあるんかな。いや、そやけど君、はい、何のあれもないな。何何、カッコがさ、何よ、何や、何が、お面、お面もなければさ、はい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 、サムエ的なものもないしさ、何もだって持ってないもん。いや、言うたらなんか出てくるん違うの、ここ。あ、そうか、着物着たよかったね。ここだってこういうお店やからね。ほんまやな。衣装協力はちゃんとしてくれるから。着たよかった。そやで、着る気あらへんやろ。いやいやいや、最初から全然着る気はあったけど、もうな、売れへんかかみたいな格好して。もういいごめんごめん、もういいでしょ。ほんでなんで出てきたの今日は。今日はですよ、はい、そう、うん、ちょっとね、うん、ニュープロジェクト、うん、をちょっと開始しようと思いまして。マジで、はい、動かそう、動いていこうかなと思っとるんですよ。何するの。ちょっとスイッチびっくりしますよこれ。何ですか本当に。はい、お、見てくださいこれ。ででん、伝統工芸映画化企画書。はい、あら、そんなすんの。伝統工芸をね、僕たちやってるでしょ、うん、やってますやってます。職人さん紹介してますよ。 でそれをちょっと映画にして、はい、へえへえへえ、どういう映画なの。どういう映画か分かんない。いや、ドキュメンタリーじゃない、ちゃんともう本当物語として。だから何やろ、例えたいんやけど、あんまいいの思い浮かべへんな。いや、俺もあれやで、頭の中では、はい、カサスやで。あ、もう誰かがこう事件で、そう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 、チャカ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 チャラーみたいな。あ、でもあれ強ろうそく、そうなんでしたよね。確かね、あの田川さんは一回そういうのでカサスか、そういうサスペンス系のドラマに、はい、まあ、カサスもいいですよ。いいじゃないですか。いいですけど、まあでもあの、うん、何やろ、ウォーターボーイズはあの男子シンクロがテーマでしょ、はいはい、それと一緒でテーマ伝統工芸。はあ、ああ、伝統工芸ざっくりしてるからさ。あ、これ見て写真。え、これ見てよ。見何これ、誰これ。宇高さんやんか。ということは能面やな。能面師、能面師の、能面師の映画を作ろう、と思ってます。ああ、なるほど、宇高さんをメインに。いやいや、宇高さんをっていうか、別に、まあ、宇高さんとか能面をテーマに。そうはあ、誰か殺されるんか、やっぱり。なんで。いや、でやっぱカサスをベースにするわけですよ、やっぱり。カサスベースにしない話聞いてた。いや、聞いてた。やっぱり伝統工芸とカサスのコラボじゃん。違う伝統工芸違う伝統工芸と映画のコラボね。面白そうやな。そうでしょ。うで、それでね、うん、まあ、スイッチオンさんにね、うんうん、もうスペシャルアンバサダーになってほしいなと思って。おお、ええよ、なんぼでも。軽いや、だってまあまあ、黒松やら、ね、紫や白が言うにやから、その仲間が言うにやから。そうな、ええよ、できる範囲で。ほんまに、うん、で、下の役で出ようか。いや、ごめんなさい。何、もう脚本はできてまして。なんでやねん、主催の役。いや、で、白はないです。なんでやねん。いや、普通そんな話の中で俺できるやろ。で、白はないです、そんな。ちょっと、ね、いやいや、皆さんどうですか。で、見たいよね、出てるとこ。ないんかい。ないないね。いや、なんか撮影現場にこう取材に来るとか。あ、なるほど、そういう絡み方、ね、そう事前準備のところで、うんうん、なんか取材に来るとか。あ、いいかもしれん。はい、こんなんやってるんで、京都市の皆さん協力したってよっていう間取り持ってもらったりとか、はいはいはい、そういう役目。まあ応援するとかね。そう、うん、でそれを YouTube で発信すると、まあだから僕らのチャンネルでもその、ね、そう何回か流すっていうのもいいと思うよ、はいはい、ウィンウィンじゃないですか。そうやな、どっちもいいと思う、はい、うん、っていうのをちょっとお願いしに来ました。ああ、いいですよ。でもそれプロジェクトの今企画書の段階ですもんね。はい、まだ全然進んでない。脚本はあります。順序が全然ちゃうじゃん。なんで。え、だってそんなまず企画でさ、うん、
こういうのをある程度形にしてから脚本とかじゃないの？あ、まだ企画は進んでます。あ、進んでんねん。実を言うと。あ、そうですか。はいはいはい。で、脚本はできてまして、おうおう、まあまあでも映画って言っても、まあ、10分ぐらいのちょショートドラマ、ショートムービー。ムービー、はい。え、それやけど、それほんなら YouTube かなんか流すんの？それはね、ちょっと海外の映画祭に出そうかなと思って。おお、海外の方がウケそうでしょ。まあ京都伝統工芸、はい、そうそうそう、職人、そう、うん、あとカサス、カサスは受けない、受けない。これはこれはない、カサスは受けないですね。はい、っていうのをちょっと海外の映画祭に出してって、はいはい、まあ、ゆくゆくはちょっと長編撮りたいなと。お、90分ぐらいのやつね、劇場公開するようなやつを撮りたいなと思って。まあそれに先駆けた第一歩やな。そう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 、そういうのをやってるんで、うん、まあ、アンバサダー的にスイッチオンさんに入っていただいて、いや、なんぼでもなんぼでも、はい、このチャンネルを生かしてですね、うん、やっていこうかなと応援していこう思ってるんですが、はあ、はい、そうか、それ監督誰がするのよ。監督私します。おお、私します。おお、させていただきます。本当に、ありがとうございます。我らが黒松でございます、はいはい、監督すると、まあ、断言しましたが、はいはい、監督経験が実はあるんやな。ああ、まあ映画はね、僕ショート、フィルムを撮ってましたね。実はそういうのもやってます。はい、はい、やってますしね。なんか見れるのないの？あ、見れるのですか、うんうん、作品で。作品で。なんかないの？ありますよ。あんねよ。ちょうどあります。お、ちょうどあった。はい。ほんとちょうど。ほんまタイミング、こんなタイミングある？ほんまに。測ったような、測ったようなタイミングやな。ほんま？うん、あんの？あるんですよ。これ見て。これ。お、これその映画のポスター。かっこよくないこれ。あー、かっこいいやん。これこれ。なんていうタイトルなの？ライツ、カメラ、アクション。はあ、なんか映画の掛け声みたいなね。あ、そうそうなんです。それから、ね、それから撮ってるの、ね、それから撮ってるんですけど、ライツ、カメラ、アクション。これ、あなたが撮った？まあ、あなたがというか、まあ、僕の監督した。僕のチームというか、はい、監督。監督した。本名なんで出るんで、まあいいですけど。本名出てます。ほんまやな。はいはい、まあいいですけど、ね。でもこれどないした見れるんよ。あ、これね、うん、あの、まあこれ、あの1個のなんか映画のイベントみたいなので作った映画なんですよ、はいはい、48時間で映画を撮るっていうなんか世界規模でやってる映画の大会があって、これがすごいんですよ、はい、ね、まあ、ざっくり説明すると、うん、抽選で撮る映画のジャンルを決めまして、抽選で映画のジャンルを決める、はいはい、でその時に、お題として登場人物の名前と、うんうん、登場人物の職業と、うん、小道具とセリフが発表されて、うん、それを取り入れて映画を撮らなきゃいけないっていう。ああ、だからある程度決まってんねんね。そうそう、縛りがあるわけやな。そうそう、だから事前になんか撮っとくとかできなくて、うん、その48時間以内に撮らなきゃいけない、撮って編集して完パケしなきゃいけないっていう大会があるんです、うん、だ、面白いよね。まあまあね、うん、しんどいけどね。そうやね、はい、で、まあ、今回で言ったら、大会ごとにそれが違ってて、はい、縛りが今回言ったら、職業が月、何やったかな、忘れた。おうおう、まあいくつかあんねんな。そうそう、月山茂雄みたいな名前、なんかそんな名前、はいはいはい、の登場人物が美術修復家っていう職業ですって。はあ。で、小道具が風船。風船、はい。でセリフが私がいない間に何かあったっていうセリフを入れなきゃいけないっていう縛りがあって、だからそこの作品は全てそれは縛りであるわけやね、はい、入ってる入ってる。どっかに、まあ同じ使い方は絶対ないけど、どっかに入ってる。そう、面白いな。でジャンルは抽選で、うん、僕たちのがミュージカル、ミュージカル、ミュージカル映画を聞きましてですね、はあ、これミュージカル映画です。だからミュージカル映画撮ったことあんの？ない。いや、ミュージカル映画って見たことある？だから、ララランドをチラッと予告編で見るぐらい。そうでしょ。だって全編あんなんされたらしんどいもん。そうでしょ、うん、ね。だからそういうのがあって。そうよ。じゃあママ・アイ・ウォント・シングとか、じゃミュージカルは見に行ったことあるよ。はい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 、はい、ジーザス・クライスト・スーパースターとか、はい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 、はい、でも映画じゃないからちょっとちゃうと思う。まあまあそうね。ね、確かに、うんうんうん、まあ、でもミュージカルというジャンルの中にはいてる映画として作らせていただいたというのが、もうそれ撮影終わって、そう、出来上がってんこれ。これがしかも、うん、次の日曜日に上映会があるんです。これ、これだけじゃないよ。これだけじゃなくて、うんうん、その48時間で映画を作ろうっていう大会に出た24チームぐらいの短編映画が見れる上映会があるんですよ。うん、へえ。11月のだから7日か。7日日曜日。7日日曜日にあるんで、はい、まあ、概要欄に貼っとくんで。お、もし大阪です。ちなみに、はい、大阪市内。大阪市内。うんうんうん、のちょっと辺境の地。
綺麗売り割りって聞いたこと読めへんよあれ。綺麗売り割り。綺麗売り割り行くんや。綺麗売り割り。え、前何年か前大阪市内のさ梅田かどっかで。あ、そうそう、あのグランフロント。そう、グランフロント。あ、貸してくれへんやって。綺麗売り割り、綺麗売り割りになっちゃって。えらい遠いとこにあったら綺麗売り割りか。はい、一応綺麗売り割りの地図は載せときます。まあ東住吉区ですわ。東住吉区。はい。うん、まあ辺境の地なんで。そこでやるんですよ上映会。なんでこれ8分ぐらいの作品なんですよ。うんうんうん、7分までっていう規定があるんで、うんうんうん、エンドロール入れて8分、でその8分ぐらいのやつが20何本見れるっていうのが上映会があるんで、うん、まあ来ていただいて、はい、見ていただいて面白かったらいいな、うん、あ、はい、またその、 あの見に来た方も審査もできたりするの？審査っていうか投票できて、あ、投票できんねん。そう、観客賞みたいなのもあって、うん、その観客の中の票が一番多かった人が1位みたいな、そういうショーもあるんで、あ、じゃあぜひぜひこれね、来ていただいて、て時間のある方は行っていただいて、投票してほしいなと思って、そうね、はい、はで、これの予告編できてるんですよ。お、そうなんよ。流していい？あ、じゃあそれ予告編、うん、いいですか？うん、流そう流そう。48秒の予告編、はい、どうぞ。どうすかスイッチオンさん、これは面白そうやんか。あ、ほんまに？ええんちゃう？いい？おう、じゃあスイッチオンさん来てよ。おう、ん？おお、ご視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。チャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録スイッチオン。